バイオテロ。それはまさに今そこにある恐怖。ウイルスが悪用され、悲惨な事件や事故が次々と起きているのです。この状況を救ってくれるのは誰でしょう。票のために魂を売り渡す政治家ですか、儲けのために平然と消費者を裏切る企業ですか。いいえ、私どもにお任せください。我々は権力に臆することなく、常に世界を見守り、いつでも恐怖に立ち向かう用意を整えています。そしてバイオテロや薬害の被害者を救うため日々戦っているのです。我々の名は NGO 団体テラセイブ。世界を恐怖から救うため我々と共に立ち上がりましょう。お疲れ様。クレア。よう、クレア。クレア。クレア。モイラ。ようこそテラセイブへ。クレア・レッドフィールド先輩、いじめないでね。やめてよ、友達でしょ。だからふざけてんのよ。ちょっとクレア、いいかな。何にいる。合衆国で気になる動きがある。何か聞いてるか。え、新種のウイルス。どうして。トライセルは壊滅したはず。違う。ニール、あれがバリーの娘か。ええ、 BSAA のコンサルタント、バリー・バートンのね。でも彼女には言わない方がいいわよ。父親のこと知ってるよ。あんまりうまくいってないんだろ。すごい、まるで探偵ね。他にどれくらいプライバシーを侵害してるわけ。俺もテラセイブを守るため。敵も多いからな。とにかく調教は頼むぞ。調教って馬じゃあるまいし。やれやれ。なに、まだパパと冷戦中。もう最悪よ。パパは私のやることなんだって反対するんだから。テラセイブに入りたいって言った時も。どうして。